にちは、合同会社セカンダリーの早苗です。本日は2017年9月11日月曜日、今週の心理学系イベントのご紹介です。まず、臨床心理試験まであと30日余りです。弊社ウェブサイトでも特設ページを開設中です。心理学の基本的な知識に関する、無料の練習問題もご用意してますので、ぜひご利用ください。また青山一丁目教室は今週も個別指導講座をはじめ、多くの講座のご予約をいただいております。ありがとうございます。ニコニコ動画でも、各種講義を少しずつ公開しております。ぜひチェックしてみてください。さて、前振りが長くなりましたが、今週の心理学系イベントのご紹介です。本日2017年9月11日月曜日は、神奈川大学大学院、国際医療福祉大学大学院の出願期間が開始となります。また、専修大学大学院、青山学院大学大学院の出願期間が、締め切りとなります。さらに日本ロボット学会学術講演会、日本感性工学会大会の開催が予定されています。13日、水曜日は日本、認知科学会が開催予定です。14日木曜日は、大妻女子大学大学院の出願期間が開始となります。また、立教大学大学院の出願期間が締め切りとなっています。さらにイワン・パブロフ・ソロモン・アッシュの誕生日です。豪華ですね。パブロフについては、歴の違いで9月26日とされていることもあるようですね。15日金曜日は、神奈川大学大学院、明星大学大学院、川村学園女子大学大学院、淑徳大学大学院、常盤大学大学院の出願期間の締め切り日です。また、日本、小児心身医学会学術集会の開催が予定されています。16日土曜日は、ルーテル学院大学の大学院説明会が予定されています。また、社会言語科学会、社会言語科学研究大会、日本認知言語学会、日本特殊研究学会が、開催予定です。さらに、カレン・ホーナイの誕生日です。これらの情報は弊社ウェブサイト、ブログにも掲載しております。URL は説明欄にございますので、ぜひご覧ください。また、詳細および、最新の、情報は各学会各大学の、ウェブサイトでご確認ください。心理学をもっと身近に、今週もセカンダリーをよろしくお願いいたします。YouTube で、ご覧になっている方は、チャンネル登録もお願いいたします。